さあ、来たよ。うまそうやん。おいしい。マジで。この辺。これ肉がトロトロなんですよ。おお、うまそう。うまい。めちゃくちゃ美味しい。やっぱ麺が全然違う。やっぱ重慶の麺とこれとでは。ちょっと荷物を置いて今からですねご飯、一番楽しみにしているご飯を食べに行きたいと思います。なんかね西安結構いろんなグルメがあるみたいで、なんか肉挟むやつとかあとは麺とか結構ねいろいろなんか美味しそうなもんあるんでちょっとね早速行きましょう。でここはそのジョンローか、これジョンロー金の塔みたいなところがありましてですね、まあその古代からそこでこう海兵の時刻とかを知らせてたような場所らしいんですけど、もうその目の前です。その、塔を中心に、結構なんか街づくりみたいなのがあるのかな。ここなんか美味しそうじゃない。面白そう。なんか美味しいご飯がありそうな雰囲気。え、うまそうやん。これめっちゃうまそうじゃん。あ、こういう感じで食べるのいいよね。ちょっと屋台っぽい感じ。何を食べますか、朝井くん。朝井くん何食べたい。さっきの場所見て。さっきの場所。さっきねこのホテル通りかかる前に一つね美味しそうな結構並んでるところがあったんで、ちょっとそこ見に行きましょうか。どこ？忘れた。そこでしょ。それだ。ああ、あれやね。食べます？なんか違うかな。違うな。美味しそうやから食べてみる。おお、じゃあでなんなんやろ。これあれやん、レンコンやん。レンコン。違う違う。レンコンのなんか詰め合わせみたいなやつ。これちょっと一個食べてみよう。これ並ばなくていいか。やめとこうか。やめとこう。没有电了，快！酸辣粉。哦，可以呀。
これ買おうか。でもあれも気になる。これはヘーマーヨンですよね。对对对对。你要你要吗？要啊。两给我两个。你二十六。请出示付款码。26元。これが肉ジャモです。はい、牛肉ジャモ。切开了之后放肉进去，带走还在这吃，我先拿进去吧。さあ来たよ。哇塞，よー、いいじゃないですか、この感じ。熱々やな、もうすげえな。いただきます。あ、おいしい。マジこのね、この肉がとろとろなんですよ。ちょっともう塩辛い感じ。この外側のカリッとしたこの生地も美味しいし、もうめちゃくちゃ美味しい。牛肉ですよね。うん、早くもどうぞ。髪の毛今いじる？どう？生の感じです。生の感じ、牛の匂い、うん、ありますよね。まあまあ美味しいよね、これ。美味しいです。これ美味しいっすよ。いやさあ、美味しくいただきました。もう僕らお腹空きすぎてちょっと食べるのに夢中で、もう一口目取った後ちょっとすぐに食べてしまって、ちょっと取ってる間はなかったです。で、今からね、なんかまあまだお腹満ちてないんで、ちょっと有名なね、麺を食べたい。麺が食べたい。茶肉面，茶肉面，对吧？茶肉面，我肉面，我肉面，那个一个，你要哪一种？牛肉啊，牛肉。秀的呀，我也是有呢。牛肉。OK OK OK。茶肉面。呀。一个，十二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 ，元。坐吧。可最后可以有。这个是拍 YouTube 有关，你知道吗？国外的一个平台。国外的啊。新鲜的山楂水果，冰糖加蜂蜜制作而成，吃了不上火，开众人胃口，百吃不厌，具有开胃、健脑、养颜、降血脂的功效，是老少皆宜的美味小吃。好吃、价格实惠，给我吧。这个是什么汤？牛肉汤。牛肉汤。啊。啊好。哦，マッソ。これほ。でか。阿宰君、何これ？炒河粉。炒河粉。何味？
いや、分かんない。まあでもうまそうやな。でもこの量は十分ですよね。確かに確かに。これ結構多いね。山じゃない。ちょっといいね、お決まりのシャメ。OK。チャーミン多少钱？啊，不要钱啊。哦。但是应该这。你等下开单吗？开单吗？对对对对，无料的。じゃあ早速いただきます。じゃあ見て有点粗哦这个面。うまい。麺がめっちゃもちもちしてる。これめちゃくちゃ美味しいわ。やっぱ麺が全然違う。やっぱ重慶の麺とこれとでは麺の質が全然違いますね。麺の質っていうか麺が全然違うっていう。でこれスープが牛肉のスープなんですよ。牛を使ったスープなんで、これ美味しいな。これ結構美味しいです。でちょっとだけラージャオ辛いの入れてもらってるんで、これ美味しいです。阿塞君の炒河粉。どう？稍微有一点淡。あ、ちょっとだけ辛い。辛くない。あ、辛くない。有点淡。あ、有点淡。あ、なんかね、多分重慶人の味は濃いよね。濃いよね。なんか重慶人からしたらちょっと物足りない感じ。そうそうそう。いや、いいっすよこの屋台の感じ。めちゃくちゃ好きですこの屋台感は。はい、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。まあ、ちょっとね、西安ちょっと寒いです。今で10度ぐらいかな、多分9度8度9度8度とか書いてあって多分10度それぐらいだと思います。で、おお、ゴーゴー来た。ゴーゴー、これはでっかちょっと寒かったんでこうねスープ系のあの麺いただいたんですけど非常に美味しかったです。まあ今日はですねこの辺にして、第2日目はですねこの西安市内のいろんな歴史的なところを回っていきたいと思いますので、次回もよろしくお願いします。まだですねチャンネル登録まだの方はぜひこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いします。それでは再见。